山田さんが平田のメスを取ってきたんですけど、これはどういうことですか？え、佐野くん取ってきてない？最近平田のじゃないです。博物館のさ、はい、部屋の中で、はい、その自分のマリンブーツさ、はい、こう机のとこに置いてあって、はい、で海に入ってってさ、はい、で海でなんかもぞもぞすると思って、はいはい、あ、カニでも入ったかと思って出したらね、はい、そいつが入ってた。そんなことあるんですか？分かったとすると、はい、部屋の中で入ったから佐野くん、あ、佐野くんまた逃げちゃったやつなのかなと思って。違います違います、いないです。平田の別外で入った可能性ないですか？あの明日場に来るじゃないですか。いやだって、はい、この間マリンブーツ使ったのいつだ、はい、観察会しばらくないから、はい、その時に使って干して、それでもう干したら、ほら何日も干してないじゃん、はいはい、ね、夕方とか取り込んで、はい、それで自分のあそこの机のところにさずっとぶん投げてあって、はい、で今日久しぶりに履いて、はい、でも履いてた。だから干してる間に入ったの？でずっと1週間以上どこも行かずにいたの？しかもこのなんかボロさが、うん、野生感がすごいですよね。はい、僕が飼ってるやつじゃないです、絶対に。どこ平田が出てきました。これもう一本動画になりますね。謎だね。謎ですね。ということでですね、平田クワガタのメスがあのマリンブーツの中で取れたそうです。マリンブーツさんです。しかも山田さんの。あ、いやすごいね。でもてか前にも博物館のなんかこのテラスのところで平田クワガタ拾った実習生がいたし、何回かこの博物館で撮れてるんですよ。でも部屋の中に いつ入ったのか分かんないですけど、メスですね、平田の。間違いなくこの手のね、あの前足のこの湾曲とかも間違いないです。このしかもちょっとボロい感じがなんか野生個体っぽいですね。僕が繁殖させた個体は確かに飼ってるんですけども、うん、絶対に違う。しかもこのサイズ感がこの中途半端に小さい感じが野生っぽいですね。繁殖させた個体も全然でっかいので、絶対に僕 あの持っていたやつが逃げた個体ではありません。ということで、今年最初の平田クワガタを山田さんがブーツで、マリンブーツで取りました。素晴らしい。とりあえずいっぱいゼリーをあげて、せっかくあの繁殖させたオスもいるので、あの交尾させて卵を産んでもらおうかなという感じですね。相当お腹空いてたようで、ゼリーをあげたら早速舐め始めました。うん、まあ、この時期すごくあの飛んで移動する時期なのでね、まさか今年今年度入って最初のクワガタが平田だとは思わなかったですね。ちなみにこいつは、繁殖させてる観音崎さんの平田クワガタです。じゃあこの子をあの僕が紹介してあげましょう。マッチングアプリ佐野が紹介をしましょう。平田クワガタ日和です。野生の夜の森でも撮ることができました。